カレーは飲め物。どうも原田けせむです。もうすぐクリスマスですね。皆さんは今年サンタさんにお願いしたいプレゼントはありますか？私は美味しいカレーを飲むのにぴったりな素敵なお世話をお願いしたいです。サンタさんにも届くように今週もカレーのレビューやっていきます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田けせむが全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、徳島県マルハブスさん徳島野菜カレーです。パッケージにも写っているナルト金時というさつまいもは徳島県を代表するブランド野菜だそうです。辛いカレーと程よい甘さのさつまいも、これは無限に飲めちゃいそうですね。早速調理していきたいと思います。今週は徳島県のカレーということで、すだちドリンクをお共に飲んでいきたいと思います。完成です。いただきます。うまいんじょ。ルー自体の味は以前レビューした大分県のキノコのカレーに少し似ています。辛さコクともにちょうどいい感じですね。なんといってもこの野菜の大きさですが、レトルトでこんなに野菜が入っているのは初めてです。一緒に試食した原田家夫人曰く、女子的には野菜たっぷりで大満足ということでした。今週の原田家チェンジ、今回はチョコレートを出してみたいと思います。チョコレートを加えるとカレーとチョコの味わいが別々にやってきます。甘い辛いが交互に味わえるのでスプーンが進みます。ここにすだちドリンクの酸味も合わせると、これはもう無敵ですね。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さはボンカレーの中辛とほぼ同じくらい、コクは少しドロッとした印象だったので、この辺にさせていただきます。今回の徳島県で残りが32都道府県です。本日から年末年始にかけて毎日動画投稿を予定しています。ぜひご覧ください。今回紹介したカレーは徳島県マルハブスさん徳島野菜カレーでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回は愛媛県道後ビールカレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれど、この